こんにちは。デント2025選です。今日は今日はラブライブ特集として配信動画をお送りします。今、ラブライブのフィギュアフィギュアは昨日この高見土曜日に土曜日に秋葉原で。高見ちかちゃんのフィギュアがセーラー服のフィギュアが揃ってこれと合わせて。て 体となって昨日の配信動画で「高見千佳ちゃん組み立てシーン」のみ配信しましたがこれは今日は正式な紹介ですもうこれでアクアは高見千佳ちゃんも加わって5人になりましたねで二次学は2人ニューズは3人とていうかムちゃんとは 二十九の上原歩ちゃんアクアの高見知花ちゃんと国北華丸ちゃんのフィギュアは2体ずつ持っていますがあとはみんな1体ずつで持ってるっていう感じですあと「ラブライブ!」の虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の2期は来年2022年の4月に2期が放送開始予定ですのでもちろん録画する予定です やっぱり虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の推しは歩ちゃん歩ちゃんが一番の推しですっていう感じです今回先週土曜日この高見千佳ちゃんのセーラー服フィギュアが加わってもう13もう今年に入って13体となってしまいましたっていう感じですまずまずは ララね「ラブライブ!」の「元祖のアニューズ」のメンバーは最初の「ラブライブは!」は2013年の冬アニメで1月か3月まで放送して2期が2014年の4月から6月まで放送して映画化が2015年の6月に公開したものです。 現在持っているのが、綾瀬栄里ちゃん、高坂ほのかちゃん、で、小泉花代ちゃんで、3、これしか持って、3, 3体持ってるという感じです。ニューズの、ニューズの中で一番の推しキャラは、高坂ほのかちゃんが推しキャラです。という感じです。この 続いて、ラブライブサンシャインのアクアのメンバーです。えっ、ー、とラブライブサンシャ、ラブライブサンシャインは2016年の夏アニメ7月から9月までが第1期、第2期が2017年の10月から12月まで放送して、で、2019年の 1> 1月に映画が公開したものです「ラブライブサンシャイン」は沼地市が舞台となっていますあと言い忘れてしまいましたが「ラブライブ」のニュースのメンバーは秋葉原が舞台となってっていう感じですで先週先週土曜日秋葉原久しぶりに秋葉原行って E257 の踊り子の E257 を買いにに行った際に高見ち,かちゃんのフィギュアセーラー服フィギュア偶然あって500円でゲットして偶然ゲットしてこれと合わせて高見千佳ちゃんはフィギュア2体となってしまいました国木田花丸ちゃんも2体っていこんな感じで持ってっていう感じですで映画化は2019年の 1>, 1月に公開したもので,ですで推しキャラは自分の推しキャラは黒沢とぴートちゃんが推しキャラとな,なってるっていう感じです続いては虹ヶ崎学園スクールアイドル同校会です虹ヶ崎学園スクールアイドル同校会は去年の上原 M ちゃん中洲霞み この2体だけ今持っていますがやっぱり上原、M、ちゃんが一番の推しキャラですでアニメ放送は2020年第1期が2020年の10月から12月まで放送して第2期がもうすでに決まって来年の,20年の2022年の2022年の。 4月から6月まで放送開始予定ですので新キャラもさらに加わるということで期待がますます膨らみますもちろん録画はしますね映画も絶対に見に行きますで舞台がお台場が舞台となっているっていう感じですもちろん虹ヶ崎学園スクールライドンの同好会の推しキャラは上原歩ちゃんが推しとなっています という感じです現在 NHK で放送しているのは「ラブライブスーパースター」ディ e エラーのメンバーで現在今年の今年の2021年7月から絶賛放送中ですでディ e エラーの場合は d e エラの場合は青山一丁目が舞台となっているっていう感じですねっていう いうディエラが青山一丁目が舞台となっています今のところディエラのフィギュア持ってないっていう感じです以上,以上これらを持って以上これらを持ってラブライブのフィギュア今持っているラブライブのフィギュアがこれ,これが全て持ってるっていう感じです ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。高評価は高評価してくれ高評価とチャンネル登録してくれたら一番に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。